今朝私はイエス様の宣言について話しました。そして今朝の話の始めに私は信じじない人々、非信じたちの書物と信じたちの書物について簡単に話しました。それちょっとそのもう一度見ましょうか。皆さんのプリントは新しい1ページになります。神であるというイエスの宣言の証拠、非クリスト者たちの聴者からの証拠、ある人々はイエス様が実在の人物だと思いません、だったと思いません。彼についての作り話、彼についての話は作り話だと思っています。けれどもイエス様の奇跡などはその時代に認められていました。読みます。クリストの生活についての非クリスト者の資料はどんなにわずかであっても、少なくともクリストの実在、奇跡、例え話、神であるという宣言、十字架上での死などの証拠を差し出します。そして一世紀のユダヤ人の書物はイエスが生きたこと、奇跡を行ったことについて議論しません。むしろその書物はイエスが魔法か悪夢の力で奇跡を行ったと主張します。そして2世紀の終わりまでに福音書はだいぶ歴史的に真実だと認められていました。そして信者たちの証拠、今朝私たちはこれを簡単に見た。そして新約聖書の著者は彼らの文が目撃者の証言に基づいている事実だと主張します。例えば私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き貫かれようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序を正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。それルカの言葉です。そしてこれはヨハネの言葉、それを目撃した者が正しいしており、その証は真実である。そのものはあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることをしている。これらのことについて証をし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることをしている。そしてペテロ、私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。ですから信者たちはその時代目撃者
の証言に基づいています。これは事実です。これを強く強調しました。And 目撃者が必要でした。イスカリオテの後継ぎとして、イスカリオテのユダが亡くなってから、その後継ぎを選んだでしょう。第一の条件は、彼は初めからの目撃者必要でした。And パウロは、じゃあ500人にイエス様同時に現れたでしょう。彼で聞いてください。ですから、これはキリスト教の一番力強い主張です。事実を確かめてください。生きている人々いるから。そして、問題は、その起こった通りに彼らは書いてでしょうか。もし嘘ばかりなら、ユダヤ人たちとキリスト者たちがすぐ論爆したでしょう。それ第一、彼は本当でしょうか、その通りに書いてでしょうか。または後に信者たちが書き直したでしょうか。聖書は確実することができるでしょうか。そして読みます。3番、イエスの生活と奇跡の話や神であるというイエスの宣言は聖書の調子の作り話の可能性があるでしょうか。聖書は後のキリスト者が作り直した可能性があるでしょうか。50年前にたくさんの言語学者は福音書が確実でない公伝から生まれた書物だと思っていました。現代の言語学者の多くは言い伝えられた福音書の大部分が最初に書かれた通りにそのままであるという結論に達しています。だんだん私たちは50年の間いろいろ見つけました。例えば70年前にある少年が視界の近辺で写本見つけました。そしてその視界写本と呼ばれています。そしてその中にはマルコによる福音の部分書いてありました。そしてローマの軍隊が来てでしょう。And それクムランの共同体をその司会写本の場所は68年に滅ぼしました。ですからマルコによる福音は68年までに書かれていました。みんな生きている間。そして現代の研究は、エルサレムの滅亡は70年でした。そしてその前に、4年前に、軍隊、ローマの軍隊来て、エルサレムの周りに来てでしょう。And、不思議に突然消えた。どこかに来ました。その間、信者たちみんな逃げました。ローマ人たち、ユダヤ人たちだけ残っていました。そして信者たちが逃げた年は紀元66年。 And マルコも書いてありました。マルコのによる福音書そこで見つかりました。ですから66年までにマタイによる福音が書いてありました。ですから現代私たちはもう分かっています。全部のヨハネによる福音はちょっと後に100年まで書かれてでしょう。But, マタイ・マルコ・ルークによる福音はだいぶ66年までにもう書いてありました。目撃者が生きている間書かれたものです。ですから1ページ読みます。証拠は
福音書が目撃者の生きている間に書かれたことを証明します。パピルスの証拠は疑い余地なくこれを証明します。パピルスしてるでしょ、ほら、足で作った紙、紙の前の時代のもの。新約聖書の書物の首相の確実性と本来の姿は、すでに証明されていることが認められています。現代の研究は、私たちが福音書を確かな歴史文献として扱うことを表明します。ですから信頼できる、ある人々は信じたって明日に書き直すでしょう。イエス様は自分が神様だと言わなかったでしょう。明日に信じたってそう言うでしょう。違う。もう言語学者たちは分かっています。福音書は書いた通りに残っています。目撃者生きている間に書かれたものです。ですから、今朝の質問、もう一度見ましょうか。イエスは自分の宣言したものでしょうか。イエスが自分の神だという宣言について3つの可能性があります。3つだけです。それは本当ではなかったが、イエスはそれが本当ではないことを知りませんでした。すなわちイエスは気が触れた人でした。それは、本当ではなかったが、イエスはそれが本当ではないことをしていました。すなわちイエスはペテンシンで悪人でした。3番目の可能性は宣言したことは正しいです。ですからイエスの宣言を裏付ける証拠を見ましょうか。いっぱいあります。例えばイエスの奇跡。水をブドウ酒に変えました。5つのパンと2匹の魚で5000人に食べさせました。海の上を歩きました。またペトロに海の上を歩く力を与えました。突風を沈めました。病人を癒しました。悪霊に取り憑かれた人を解放しました。死んだ人を生き返らせました。そして弟子たちに同じ奇跡を行う権利を与えました。イエス様は天国に帰ってからまた彼らは続きました。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。私が父の技を行っているのであれば、私は信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば、父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。イエス様のなさった奇跡は、考えれば、イエス様の奇跡ではありませんでした。それは父の奇跡です。でした。イエス様は無にした。私は自分で何もできないと言った。そう、いつも父を見て、その通りに働きました。同じように、私たちの奇跡は私たちのものではない。イエス様は私たちを通してなさいます。そしてイエス様の奇跡は何のためでしょうか？自分の宣言を、証拠になるためでしょうか？いいえ、それは悪魔からの誘惑の一つです。みんなさんに見せなさい。誰であるか自分のこと見せなさい。奇跡できるでしょう？いいえ、私は何もできない。ですから、イエス様の技は人々の要求に応えることです。彼らは苦しんでいましたから、奇跡をしました。第一の奇跡は何のためでしたか？新郎新婦は恥を体験しないように。そう、イエス様の奇跡は人々のためでした。
証明するためではなかった。So, それは第一の証拠です。その時まで、今まで、誰もその全部したことがないんです。モイゼとエリオはいろいろした、このぐらいしなかった。そして2番目の証拠。イエスは旧約聖書の預言を成就されました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。イエスは300以上の預言を成就しました。例えば生まれた場所、その死の方法と意味、埋葬復活などなど。イエス様が後に復活でからユダヤ人たちにこう説明しました。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモイセとすべての現地から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。ですから誰も自分が生まれる前にたくさんの予言が書いてありませんでした。他の宗教の創立者について予言は全然なかったんです。そしてもし彼イエス様はペテン師でじゃあ成就しましょうかと思ってもある予言したことは自分でできなかった。生まれた場所、埋葬、死の方法とか自分で成就することはできませんでした。それは第一です。イエス様はイエス様についていろいろな予言があってそして成就しました。もう一つの面から考えればイエス様もいろいろな予言をなさったでしょう。例えば、エルサレムの滅亡について一つの石をここで崩されずに他の石の上に残ることはない。 And, ローマ人たちはそうしました。エルサレム全部滅ぼしました。一つの石は別の石の上に残っていなかった。ペトロについてペトロよ、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うであろう。そしてラザロは死んだ。私は彼を眠りから覚ましに行く。ですからイエス様についての予言だけではなくイエス様がなさった予言もそれあります。証拠です。そして3番イエスの教え、今まであの人のように話した人はいません。イエス様の教えは人間が語ったことがある一番偉大な教えと認められています。その教えは西洋文明の基礎です。他の教えより引用されているものです。他の本より翻訳されている言葉です。そして語ったことがある一番偉大な言葉です。神様ぐらいのような言葉です。それだけで、イエス様の教えだけで分かっています。誰もこの人のように話したことがない。4番目の証拠はイエス様の人格。イエス、これは雑誌「タイム」の言葉。イエスは人間の歴史の中で清廉潔
パクと愛の虫の一番永続するシンボルです。イエスの敵は彼に何の罪も見出せませんでした。社会が排斥した人々に対するイエスの愛と同情は人々を変化しました、させました。人々のために自分の命を捨てるイエスの心、人の子は多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。そして私にとって次のこと一番素晴らしい。激しい苦しみで試した心。父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私たちは元気なら自分の本当の心を抑えることができる。けど苦しんでいる時に本当の心が現れています。酔っ払う人々も、ある人々をすごく優しくなります。ある人々は乱暴になります。心が現れています。その時。そう、イエス様の人格が十字架の時現れていました。そしてイエス様は、聖書を探せば、すっごく喜びと命で満たされた。彼は最高の虫の心を表した。その謙遜、柔和、優しさ、寛大さ、全部現れています。ですから、人格だけで、イエスさんのことが分かっています。けれども一番すごい証拠はイエスさんの復活です。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。その死の一年前から人たちに説明しました。エルサレムで十字架に作られて三日目に復活します。イエス様の復活はキリスト教の基礎です。パウロはこう書きました。キリストが復活しなかったのなら、私たちの信仰は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方は今もなお罪の中にあることになり、天国に入ることができないでしょう。その意味です。天国に入るために決意というように罪は許されて聖霊必要です。And イエス様はそれを死と復活を通してもらった。私たちイエス様を信じることによってイエス様の恵みは私たちの恵みになります。ですからイエス様は復活の死なかったら誰もまだ天国に入ることができません。その復活は、世がイエスの目を通して見なければならない創造主がいることを示します。ですから、イエス様の復活は、イエスの宣言の保証です。ですから、詳しく、その復活の証拠を見ましょうか。イエス様は、第一の復活の証拠は、イエス様は墓にいませんでした。これ第一。
And 私たちそれ聞いて、ああ、but いろいろな理由で墓にいなかった可能性あるでしょ。はい、6つだけ。6つの可能性だけです。第一の可能性は、イエスは死ななかった。第二番目の可能性は、指導者たちは死体を結んだ。3番目の可能性は、兵士たちが死体を盗んだ。4番目の可能性は、弟子たちが死体を盗んだ。5番目の可能性は、泥棒が死体を盗んだ。6番目の可能性は、イエスも本当に復活しました。6つの可能性だけです。その墓にいなかったこと。ですから一つずつ見ましょうか。第一、イエス様は墓、死ななかったでしょうか。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。イエス様はひどく鞭で打たれたでしょう。そして8時間、9時間ぐらい十字架につけられていました。兵士は心臓に槍を刺したでしょう。そしてそのことは医学的なことです。すぐ血と水とにが流れ出た。医学的な事実です。というのは、激しい苦しみの時に、心臓の中には、血と水のような液が集まります。それは、ですから、その、出たことは、医学的な事実です。すごい苦しみの印です。And, もう一つの印は、確かに、心臓を刺した。ですから、確かに死んだ。けど、もしイエス様がまだ呼吸していたら、人々は脇腹の傷から、そのきしる音を聞いたでしょう。生徒たちは、主人が確かに死んだ、確かめなければなりませんでした。もし、主人が逃亡を許したら、彼らも処刑されたでしょう。そしてもし何か奇跡でまだ生きていたら、彼は墓に行って、彼は自分で墓石を転がすことができませんでした。ですから第一の可能性は不可能です。復活、次のこと、指導者たちが死体を盗んだでしょうか。明るい日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。かっか、人を惑わすあの者がまだ生きていたこの時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと、弟子たちが来て、死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活した、などと、民衆に言いふらすかもしれません。そうなると、人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った、あなたたちには、万兵がいるはずだ。行って、しっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って、墓の石に封印をし、万兵を置いた。ですから、もし、指導者たちが死体を盗んだら、どうして彼らは、その復活した噂を沈めるために
遺体を出さなかったでしょうか。But その前に彼らは復活の噂がはじめないように死体を盗み取らなかったでしょう。取ったら盗んだら噂がすぐ始まった。ですから2番目の可能性は不可能です。3番目の可能性、兵士たちが死体を盗んだのでしょうか。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。坂兵たちが恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。And その後いろいろ起こって、And 数人の坂兵は都に帰り、その出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいたと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。前に言ったように、もし兵隊たちが主人が逃亡を許したら、彼らも処刑されたでしょう。そして兵士たちがイエスの死体を盗んだら、彼らはもっと理にかなった説明を作ったでしょう。その子はにバカらしいことを言ったでしょう。天使たちを見た。いや、もっと気にかなった理由を何か作ったでしょう。ですから、その3番目の可能性は不可能です。4番目の可能性、弟子たちが死体を盗んだ。イエスはまずマグダラのマリアにご自身を現れされた。このマリアは以前イエスに七つの悪霊を出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行って、このことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その墓は見張られていたでしょう。そして弟子たちは憂鬱になり幻滅を感じていました。そして後でイエス様の復活の信仰のために自分の命を捨てました。そんなに大嘘のために苦しんでいたことを耐えたでしょうか。ですからその可能性も不可能です。5番目の可能性、ドロブが死体を盗んだ。シモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、編む布が置いてあるのを見た。イエスの頭を積んでいた老いは編む布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。盗む価値があるものはその今日買ったビラだけでした。残っていた。そして その明日布は丸めてあった。めちめちに捨てたのではなく、そしてその説明はちょっとわかりにくいけど、意味は箱の中でイエスの編む布の形は毛虫の空っぽの眉のようでした。というのは丸くイエスの体は突然消えた
その雨の姿勢に沈んだ。ですから、泥棒たちが盗むなかった、まだ残っていた。死体を盗む価値はなかった、売ることができなかった。ですから、一つの可能性しか残っている。残っていません。イエスは復活した。ですから、天使たちが言った、あの方は、ここにはおられない。かねて言われた通りに復活なさったのだ。ですから、これは、イエス様の復活の証拠の第一の証拠です。イエスは墓にいませんでした。二番目の復活の証拠は、イエスは弟子たちの前に姿を現れました。イエスはケファに現れ、その後12人に現れた。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りついたしろ、大部分は今なお生き残っている。ついで、ヤコブに現れ、その後、すべての人たちに一人一人に現れ、そして最後に私にも現れました。イエス様はいろいろなグループに現れました。And、それは本当のイエス様でしょうか？三つの可能性だけです。それは幻覚でしたか？また亡霊でしたか？また本当に復活されたイエス様でしたか？どちら？幻覚の可能性は、普通幻覚は非常に興奮していて神経質な人々に起こるでしょう。人たちはそのようなものではなかった。自分の目も疑っていました。読みます。弟子たちがイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。トマスに言った、あの肩の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。ですから、幻覚でしょうか。不思議に、ちょうど復活の6周年目に終わった。イエス様天国に帰ったから。幻覚ならずっとある人をずっと見ていた。突然6週目に終わりました。ですから幻覚じゃなかった。亡霊だったでしょうか。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスはトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。イエスは一回弟子たちのために朝食の支度をしました。ですから人たちは、イエス様が体を持っていることを確かめました。イエス様に触れた。一緒に食事した。ですから、亡霊ではありませんでした。一つの可能性だけ残っている。本当にイエス様でした。私たちはイエスが死のうちから復活された後、食事を共にしました。それは2番目の証拠、復活の証拠。3番目の復活の証拠は、弟子たちに対して復活のすぐ後に現れた効果です。彼らは
イエス様死の時、憂鬱になり、幻滅を感じていました。そして突然、勇気と確信もらった。前の人々と全く違う人になりました。そして、教会の誕生の成長。イエス様復活がなかったら、教会が始まらなかった。そこで死んだ。自分の死で死んだ。もう彼は自分を助けることができなかったから、彼は私たちを助けることができない。ですから、それは3番目の証拠、イエスの復活の証拠。4番目の証拠は、私たちの体験、信じたちの体験。例えば、復活がなかったら、聖霊降臨もなかった。将来教会の信じたちの奇跡のはなかった。ですから、新約聖書は全部嘘です。聖霊との交わりと聖霊の賜物の体験はなかった。全部復活の印です。聖人たちは、いろいろなことを体験したでしょ。ずっと一世紀から今まで、イエス様たびたび現れます。そして歴史を超える信じたちの体験。イエスが祈りを叶えることの体験、イエスの愛、力、親切、憐れみ、慈しみ、恵みの体験。これは4番目の印です。復活がなかったら、それは全然起こらなかった。そして、じゃあそれは、4つの証拠です。イエス様の復活の証拠。ですから5番目見ましょうか。知的にその証拠を評価する。これはイギリスの最高裁判所長官の言葉です。復活の証拠は肯定的も否定的も実情も状況上も食い止められないほど多いので、世界のどの裁判官も復活の話が真実だという評決を下す以外ありません。ですから、それはイエス様のことの一番すごい証拠です。けれども、信仰がなければ、信じることができません。宗教の一つの基本的なことは、これです。あることは、信じにくいことでもいい。問題はない。いろんな信仰あります。これは信じにくいことです。それは問題はない。問題は、どれにかなったことでしょうか。どれにかなったことがないなら嘘です。信じにくいことでもいいけれども、どれにかなったことが必要です。そして有名な小説の刑事シャーロック・ホームズ、彼はいつもこう言います。不可能な説明を削除したら、残っているのはどれもありそうもなくても真実でなければなりません。シャーロック・ホームズいつも言っている言葉です。けれども信仰が必要です。理解するように。そしてイエスに対する態度、上記の証拠の論理的結論。これは C.S. ルイスの言葉。我々は、従って、恐るべき二者択一直面しているわけです。我々が
語っているこの人がまさに自分で語られたような方であるのか、あるいは気の古い人、あるいはもっと悪いものであるのかどうかです。さて、私にはその人が気の古い人でもなければ悪人でもないことは明らかなように見えます。したがって結論として、どんなに奇妙であり恐るべきことでありありそうありえそうもないことのように見えても、私はその人が神であり神であったという見解を受け入れざるを得ません。神はこの敵に定量された地に人間の形をもとって上陸されたのです。しかし、上記の結論を受け入れるために信仰の恵みも必要です。信じたくても信じることができません。私をお救わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできません。ですから、イエス様に対する態度は3つの種類あります。第一の種類、イエスがご自分の誰であるか言われた通りにそうだと信じる心。イエスと神との関わり、すなわち愛と信頼と従順の関わりを選ぶ心、それは信じの心。2番目の心はの種類は、イエスの人格と死に引きつけられているが、イエスがご自分を誰であるか言われた通りにそうだと信じることはできないけれども、良心の命じるところに従うことによって神に従います。イエス様はその人々についてこう言います。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をもう導けなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。この人々の中には誤解によって外面的にイエスとその死に反対する人々も含まれています。例えば、改心の前の聖パウロ、テロリストたち、他の宗教の信徒、ある無神論者など、いい人々なら神様いない、全部嘘ですけど、自分の良心に従っているなら神の言葉に従っています。神の言葉は人間になったということを信じる恵みもらわなくても、イエスに従っています。人の子の悪口を言う者はみんな許される、わからないから。あなたは神の国から遠くないとローマ人に言ったでしょう。そのような人々は煉獄のある部屋に入って、そこでイエスに会うでしょう。3番目の態度の種類、イエスがご自分の誰であるか言われた通りにそうだと信じ、あるいは信じないが、イエスの人格と死に引きつけられていない人々の状態です。イエスの死にも両親の命じるところにも従いたくない。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いてくる時にそのものを恥じる。イエス様から逃げるその人々。
So, それは、イエスに対する態度です。そして最後に、将来教会の信者たちの信仰が、聖書に現れています。確かに、この人は神様だと分かっていました。目撃者が生きている愛に書かれた言葉です。最初の言葉、ヨハネによる福音。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。言葉は世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分の受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。私たちは皆、この数の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーゼを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。今のかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。パウロの言葉。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神は地上のもの、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての下がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。手にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も、主君も、支配も、権威も、万物は、御子において作られたからです。つまり、万物は御子によって御子のために作られました。
御子はすべてのものにのよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、始祖の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地位によって兵を打ち立て、天にあるものであれ、地にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。So, イエス様の言葉を聞いてから、将来教会の信じたちの心が分かっています。私たちがもらった信仰は一世紀の信仰と同じです。彼らは分かった。イエス様復活の後に私の主、私の神よになりました。イエス様が神様だと分かったら、その前に大変になったでしょう。ですから、人間に上のものだって、だけだと分かった。けど私たちは先輩たちと同じようにイエス様のことを信じています。恵みです。私たちの責任の一つは他の人々もその恵みをもらうように祈ることです。私たち祈らないなら人々はもらわないかもしれません。ですから今日はそのテーマです。イエス様のこと。父と子と聖霊の皆によって。アーメン。じゃあ今から私たちはベネディクションあります。
互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。クリストに賛美。キリストに賛美。ダニエル朗読と福音書はヨハネが書いたものです。ヨハネはその愛する弟子でした。一番イエス様に近づいていた弟子でした。そしてイエス様の奥手について話します。奥手という言葉はちょっと変でしょう。愛を命令することができないからです。これは神様の願いです。あなた本当にすごい命を体験すれば恋をしてください。これは命の取り扱い説明書です。イエス様はその奥手を説明するために2つのことを教えるでしょう。ある日、ある人が一番重要な奥手は何ですかと聞いた時に、尋ねてたときこう言いました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の奥手である。誰もこれと同じように重要になる。隣人を自分のように愛しなさい。私たちは何回もその言葉を聞いたでしょう。イエス様の奥手です。けどもできるでしょうか。できるでしょうか。私はこのホワイトボードを準備した。ちょっと何か書きたい。愛することのないものは
神を知りません。神は愛だからです。ですから、イエス様の奥手を守るために、神様の愛の探検が必要です。神様はいろいろな方法でそれを体験させています。毎日、神様はあなたの日を整えてくださいます。気がついているでしょう。ちょうど家に入った時にこの重要な電話が来ますとか、どこかにいてある人に会ってこのことが起こるでしょう。何も偶然ではありません。神様全部詳しく準備しています。私たちの神の木一本まで数えられていると書いてあるでしょう。そこまで私たちのために神様が考えています。この恵みをもらうためにこの絆が必要です。ですから、この人の弱さを通してこの人の絆をもらって、その恵みをもらいます。その後にその絆を癒しますとか。ですから、私たちは傷ついている場合にはいつも感謝します。神様、これを通して恵みを食べています。同じように人々がすること、その傷はその人の叫び声です。助けてください、私は縛られている、自分で何もできない、傷だけです。ですから、私たちは傷をもらうとき、神様の愛を招きにもらいます。その人のために祈る力をもらいます。その人の傷を癒すように。みんな傷ついています。それは神様の道具ですけれども、神様は癒したいです。神様の愛を体験すればするほど私たちは治ります。今週の水曜日から来月の終わりまで、毎週鹿児島のザビル教会で私はその癒しのセミナーをします。体の癒し、心の癒し、心臓からの傷、どういうふうに癒すか、もし悪の霊の影響がどういうふうに自分の自由にするか、そのセミナーです。いつかここに戻ってしたいと思います。救い主いるイエス様は私たちを全部の罪たびから救いたいです。罪は私を神様から、人々から、自分自身から引き離すすべてのことです。普通私たちは私は弱さで何かを貸したと思っているでしょう。それは罪でしょう。それは罪の結果だけです。罪は私たちの中に深い風向きあります。自分の選ぶ風向き、罪は私たちの中の力です。その力は私たちを神様から、人々から、自分自身から引き離すことです。私たちの毎日を貸している罪はその証拠だけです。前に言ったように、許しの席を止まるときに私たちはいっぱいの証拠だけを告白します。私は嘘をつきました、私はわがままでした、なななな。原因のため、その席は癒しのためです。私は嘘をつきました、理由は私はそれを染めていました。神父はその時、その染めの原因の癒しのために祈ります。遺跡は癒しのためです。だんだん私たちは神様の愛を体験することによって、神様の霊で癒されて神様のようになります。神様のようになれなければ天国に入ることができません。
せいで、水が油と混ぜる的なように、私たち神様のようになるだけのせい、一つになるように。ですから、神様は平素を送りました。私たちから聖霊の様の旅を解放するように、そして自分の命を与えるように、愛を与えるように、聖霊だけでなくほど自然に、自由的に神様のようになります。特にミサとして、ミサは命の救いです。皆命の泉です。救いの泉も。ですから、ミスに預かるとき、主よ、今、今からですの死の記念に預かります。ですから、そのだけの命と救いを食べてください。命は神様との完全な関わり、人との完全な関わり、自分自身との完全な関わりです。救いはその際、ターゲットに沿うことです。その恵みを今日もっと深く与えてください。神様に喜んで、その恵みを与えます。今から、聖霊式があります。ご両親、バクチャに消えた。バイオに来てください。